今日は締結式が行われ、宮崎少年鑑別所の渡辺智明所長と県警察本部の向井修司、生活安全部長が協定書を取り交わしました。協定では少年や保護者の同意を得た上で、警察が持つ。個人情報を少年鑑別所に共有することや。 気候少年の立ち直りの支援活動について、相互に助言、支援協力することなどが盛り込まれています。少年鑑別所としても、えー、困っていること、えー、悩み、えー、不安、いろいろなことを専門性を生かしてです、ね、そういったものを少しでも少なくできるように、解消できるように、えー、協力していきたいと考えております。宮崎少年別所では、 警察と連携することで支援を必要とする少年とのつながりをさらに広げていきたいとしています。